小池和夫、小池和夫は、日本の漫画原作者、小説家、脚本家、作詞家、作家。男性、身長183センチメートル、血液型は B 型。1976年までの筆名は、小池和夫。別筆名に、小池和夫、糸口塚慶吾、イゴルキニスキー等がある。秋田県大戦士出身。中央大学法学部卒。 大阪芸術大学キャラクター造形学科教授、神奈川工科大学情報学部、情報メディア学科教授、大阪エンタテインメントデザイン専門学校教授を歴任した。出版社の小池書院元編集長。漫画原作作品に、小連れ狼、御用牙、高校生ぶらいカえ、修羅行姫、クライングフリーマン、オークションハウス、小説に、乾いてこう。 夢現時研材門がある。初期のゴルフ13にも関わっている。漫画キャラ立てが大事だが心情。インパクトのあるキャラクターを動かし、世界的な暴力劇の中を鍛え上げた肉体を駆使して駆け抜けるというはったりの効いた壮大な筋が心情。キャラクター言論の提唱者である。1936年、秋田県大曲町に生まれる。 幼少期より、周囲の子供より一回り大柄で、楽器大償だった。少年期は、近所の物持ちの家に入り浸り、蔵の中にあった立川文庫などの講談本や、少年向けの小説などを読み、それを学校で、同級生に語って聞かせる。1955年、秋田県立秋田高等学校。1959年、中央大学法学部卒。 中学校から大学まで剣道部に在籍する。中大在籍時は、桃太郎侍で知られる、時代小説家、山手木一郎に指示し、小説家を目指すが断念。その後弁護士を目指すが、司法試験に3度失敗。ジャンソーの定員、経営、または、ジャンゴロ、農林省、外国航路の船員、ゴルフ場勤務等の職業を経験。1968年春。 たまたま目にした少年マガジンに斎藤プロダクションが原作者募集をしているのを見て枯葉の新種録という原稿を書き応募。締め切りを大幅に過ぎていたにもかかわらず採用される。以後、斎藤プロに所属し、無用のスケ、ゴルゴ13などの原作に携わった後、1970年に独立、7月にノスパイプ作戦で原作者デビュー。 1972年には、加納忠志作、神江美小山優、山崎拓味、伊賀和弘、神田武志らと共に、スタジオシップを起こし、所属メンバーの他にも多くの実力派漫画家を作画に、迎え、多数の漫画作品を発表する。遅咲きデビューからわずか数年で、劇画界に一勢力を築く形となった。1970年代は、小連れ狼、五葉牙。 シュラ・ユキヒメ、防波チブ指導など、セックスとバイオレンスに満ちたアナーキーな時代劇作品を多数発表。仕事も多忙を極め1970年代前半には月に15本程度連載を抱えていた。また、その多くが映画化またはドラマ化され、1970年代の映画界に大きな影響を与えた。クエンティン・タランティーノ、ジョン・ウーなど、 日本国外にも多くのファンを生んだ。なお、一部の映像化作品では、小池自身が脚本を担当している。漫画原作者としては、先輩の梶原一期も小池の活躍に脅威を覚え、セックスとバイオレンスを主題とした作品を書くようになった。小連狼は1987年と最も早い時期にアメリカで出版され、成功を収めた数少ない日本漫画の一つであり、 今日の日本漫画ブームの草分けとなった。アメリカンコミックの巨匠であるフランク・ミラーは、子連れ狼の大ファンであり、ダークホース社から出版された、子連れ狼、アメリカ版の表紙絵を描いている。小池劇画は、アメリカンコミックスにまで影響を与えたといえ、2001年のアイズナー賞受賞以降の、アメリカでの多くの受賞はそのことを裏付けている。工業収入が1億ドルを超える、 大ヒットを記録した2002年のハリウッド映画、ロード・トゥ・パーディションは、小連れ狼をモチーフにしている。1980年代以降は、時代の変化もあり、刺激を弱めて、週刊少年サンデーで、キャリア唯一の少年誌、ラブコメ、ラブゼットを発表するなど、娯楽性を主にした作品に作風を切り替えた。1984年には、雑誌、週刊、ケイに、 初の小説、乾いて、こうを連載開始し、小説家としてもデビュー。後進の育成にも力を入れており、1977年に小池和夫劇が村塾を開設。出身者に、高橋ルミ子、原哲夫、板垣圭介、山口隆義、山本隆治、堀井祐治、佐久間明、西村忍、山本直樹らがいる。2000年に、 大阪芸術大学芸術学部映像学科の教授に招聘され、小池和夫のキャラクター言論を上司。2001年、同大学にて漫画家養成を目的とした小池和夫ゼミ第一期をスタート。以後、主な小池ゼミ出身者としては、椎橋博森橋敏吾、田雑法一、宮本和也、剣持代、八寺啓太、篠丸のどからがいる。2002年、 同学部文芸学課長。2005年、同大学で、キャラクター造形学科の解説に尽力し、同学課長に就任。佐藤健太郎、金田洋介、成海網原を輩出している。2009年、同大学を退任。2003年、プロ養成漫画塾、小池和夫塾を新宿にある、映像テクノアカデミア内に開校。また、小連れ狼の続編、新。 小連れ狼を連載開始している。2006年、劇画村塾を再開。2007年、同塾、東京第10期、大阪第2期をスタート。同年9月、劇画村塾を株式会社化するも、2009年に、同社と決別。2005年、生まれ故郷である、秋田県大仙市に100歳ぐるという別荘を、設けている。現在は売りに出されている。 2011年4月に独自の講座、キャラクターマンウェブ講座を開講し、同年11月創作ブランド、小池工房を設立。小泉政権時代より政府の私的財産戦略本部に参加し、私的財産に関する講演も多い。日本文芸家協会、日本映像学会、日本アカデミー賞協会の会員。星野千一新選組総長。 阪神タイガース金本智明講演会会長。2019年4月17日、肺炎のため死去。82歳だった。ゴルフ場勤務の経験があり、ゴルフへの造形も深い。イタリビゴルフは、TBS テレビ、小池和夫のイタリビ、ゴルフ3テレビ、週刊イタリビゴルフ、広島テレビ、小池和夫のシビゴルフ、広島噴泉機として、テレビ化されている。 なお、同名番組だが、内容はそれぞれ全く異なり、また、ゴルフに関する情報をまとめたもので、原作となった劇画とは大きく異なる。また、1987年には、ゴルフ雑誌、アルバトロスビューを創刊する。かつてジャンソー勤務経験やジャンゴロ経験もあるため、麻雀は強く、浅田哲也とも何度も対戦している。イアイドにも精進して、自分が、 写真モデルを務めた教習本を出版したこともある。また、佐藤の入門書も監修している。小池によれば、スタジオシップに参画した、加納忠志作、神江美、小山優、神田武志、伊賀和弘らは、小池が、斎藤プロから引き抜いたのではなく、小池によれば、彼らの方から小池についてきたとのことである。当時、斎藤は、激怒したが、後に、 漫画家ゴルフコンペに共に参加する。赤いハトではひなを、同祖論を展開した。日本語の、恥ずかしめると、ヘブライ語の、恥ずかしゅうむは、同義語だそうである。塾や、大学の講義でもこの話題に脱線すると、なかなか本題に戻らない。赤いハトの連載時、いくつかの宗教団体や、右翼などから、嘘を書くなと小学館編集部に講義が殺到した。右翼から、 ピストル撃ちますよという内容の脅迫電話が編集部にあり連載を中止した。長島茂雄と非常に仲が良く大阪芸術大学に招き講演を依頼し劇画村塾の会社組織化パーティーでも祝いに駆けつけている。他にも星野千一や田村正和、孫正義などの人脈がある。1990年代に水星社から刊行された漫画地獄編シリーズが 第4巻で小池を取り上げる予定だったが、原稿は集まっていたにもかかわらず、担当編集者がビバビコとして知られる、モームスオタクになり、モームスファン活動に多忙となったため、同書は刊行されなかった。漫画地獄編シリーズに執筆していた漫画評論家の大西昌平が、映画雑誌、映画秘宝において、2004年から2011年にかけて小池へのインタビューも含めた、 小池漫画論、小池和夫伝説を連載し、2011年11月に、用泉社から単行本化されている。晩年は、複数の金銭問題を起こしていた。堀井祐二は、小池に、アニメ制作という名目で1000万円を投資として渡したが、返金されなかったと証言している。生徒に対して、寸借詐欺を働いたとの報道もあり、 田中圭一は小池を告発する内容の漫画を制作していることをたびたび報告していたが、小池の指教を受けて告発漫画の発表を取りやめることを公表した。ありがとうございます。